今日やっていくのが浮き腰七字回転です。2つ目の練習方法は地獄回りという技から派生していく方法です。皆さんこんにちは。 YouTube 体操教室レボの大川先生です。今回も鉄棒の技を紹介していこうと思います。今日やっていくのが浮き腰七字回転です。この技はね、以前ねこちらの動画の中で紹介した技なんですけど、この動画の中では危なすぎるんで興味本位では絶対やらないでくださいっていう風にねお伝えしたんですけど、僕の YouTube の視聴者の方でね、僕の運営する体操教室に体験に来てくれた方がいるんですよ。ものすごいね遠方から来ていただいて本当に嬉しかったんですけど、その子ね年長さんなんですけど、浮き腰七字回転今練習中ということで、もうね毛上がりとか他のなんかもう達人級の技とかも全部できちゃって、浮き腰七字回転ぜひ練習したいからちょっと動画上げてくださいということだったんでね、もうそういうことでしたらやり方の動画しっかり出させていただきますということでね約束したんで、もう今回は浮き腰七字回転のポイントも細かく説明していこうと思います。それではまずはね浮き腰七字回転どういう技なのかお手本をご覧ください。はい、浮き腰七字回転こんな感じの技です。どんなところが危険かっていうと、結構ね握力が必要になります。あと失敗した時に回避の仕方が難しいんですね。回りきれなくて前に倒れちゃった時にそこでね鉄棒を押し返して立ちに行ければいいんですけど、そのままどうしようもなくなっちゃってずっと持ってたら真下で離されて頭から落ちちゃうし、前に降りれたとしてもちゃんと体を切り返せないとそれもまたね頭から落ちちゃうかもしれないから、そういう点で興味本位で公園とかでやるのは危ないですよっていう風に言ったんですけど、この技安全に練習する方法があったんでね、練習方法を紹介していこうと思います。はい、ということで浮き腰七字回転のねコツ紹介していくんですけど、まずねやり方のポイント等を説明する前に練習方法、この技どうしたら安全に練習できるのか、どういう段階を追って練習していけばいいのか、そういう話をさせていただきます。まずは怪我のリスクを減らすためにメビウスをつけて練習しましょう。メビウスっていうのはね僕の動画にも何回か登場してるアイテムなんですけど、鉄棒に紐を使って手をがっちり固定してしまいます。でこうすることによって鉄棒から手が離れなくなるんで落下のリスクをなくすことができるアイテムです。作り方をね紹介している動画もあるんで、もし興味がある方はこちらもご覧いただければと思います。でメビウスを装着することによって落下のリスクを減らせば、この技ねさっき言ったみたいに頭から落ちてしまう、その心配がなくなるんで安全に練習できます。その上で、練習方法ね2通りあると思います。まずは足裏七字回転から派生させて練習していく方法。足裏七字回転っていうのは浮き腰七字回転と同じような動きになるんですけど、違う点は足の裏を鉄棒にくっつけたまんま回る技になってます。ではねまず足裏七字回転をご覧ください。はい、これが足裏七字回転という技なんですけど、今のはね閉脚、足を閉じて行う足裏七字回転です。次はねこれを開脚、足を開いてやろうと思います。浮き腰七字回転の動きに近づくと思うんでご覧ください。はい、これが開脚で行う足裏七字回転です。足の裏を鉄棒につけてるか離しているかの差だけでほとんど動きは浮き腰七字回転だと思います。まずねこの足裏七字回転を練習して鉄棒を越えれるようになって回転する感覚がついてきたら足の裏を鉄棒から離してみる、この段階で練習していくのがまずね1つ目の練習方法だと思います。はい、2つ目の練習方法は地獄回りという技から派生していく方法です。地獄回りはね鉄棒に座った状態から膝を鉄棒に引っ掛けて後方に回る技です。まずはね地獄回りをご覧ください。
はい、こんな感じで鉄棒に座った状態から後ろに体を倒して膝をね、膝の後ろ側を鉄棒に引っ掛けてくるっと1回転回って同じ姿勢に戻ってくる技、これが地獄回りです。この地獄回りからどうやって浮き腰四時回転の動きにつなげていくかというと、膝ではなくて手にね、全体重がかかるようにどん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 膝を鉄棒に引っ掛けないように自分で意識して練習していく。そうすると最終的にどういう動きになるかというと、こういう感じになると思います。はい、こんな感じで膝を伸ばして地獄回りをやる感じですね。こうすることによって全体重が手にねかかってるのがわかると思います。ここまで来るとほぼ浮き腰四時回転と同じぐらいの負荷が手にかかっていることになります。なので今の膝を伸ばした地獄回りを足を開いて行えば、もうすでに浮き腰四時回転の動きになります。こんな感じです。はい、こんな感じでね、足を閉じて鉄棒に座った状態からじゃなくて、足と足の間の鉄棒をね、こう両手で持つような感じのところから一気に後ろにひっくり返る。もうこれができたら浮き腰四時回転成功なんで、この地獄回りから派生させて練習していくのが2つ目の練習方法です。はい、では練習方法をまとめようと思います。まずね、メビウスを使って練習しましょう。そして2通りの練習方法があって、一つが足裏四時回転からだん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 近づけていく方法、そしてもう一つが地獄回りからだん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 近づけていく方法。これらをね、メビウスを使って安全にだん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 ね近づけて練習していくことによって足裏四時回転の習得につながります。それでは次に足裏四時回転のポイントをいくつかご紹介していこうと思います。はい、それでは浮き腰四時回転を上手に成功させるためのポイントをいくつか紹介します。一つ目のポイントはね、鉄棒を押す意識。押す意識っていうとちょっと難しいんですけど、肩をねできるだけ遠くを通しながら回るような意識でやると上手に回ることができます。逆に例えば肘を曲げてしまったり肩を縮込めてしまうような動きをすると勢いがうまくつかず回転せずに危険です。ちょっとね、悪い例は僕もやるのが怖いんですけど、しっかりね肩が遠くに回っているというところに注目して一度ご覧ください。回る瞬間に鉄棒を前にグッと押し出すようなイメージで肩を遠くに回してあげる。これが一つ目のポイントです。はい、二つ目のポイントは頭を上げないことです。回る瞬間とかに目線をねこうやって上げてしまって回りに行くと体の力が抜けてしまって失速したり、あとは回転している最中に自分の場所が分からなくなってしまったりします。目線は鉄棒を見ておけば OK です。自分の手と手の間、鉄棒を見ることによって、それと同時にね向こう側の景色も見ることができるんで、一回転してきた時に前の景色が見えたりして安全です。二つ目は頭を上げないこと。はい、三つ目のポイントは鉄棒をしっかり握ることです。これに関してはね、メビウスを使っていれば鉄棒から落ちてしまう心配がないとはいえ、将来的にはねメビウスを外して自分でできるようになりたいと思います。なのでメビウスをつけて練習している時からちゃんと鉄棒を自分で握る、自分の握力で体重を支えているんだっていう意識は非常に大事です。もちろんメビウスを外したら本気で握らないとマジで危ないです。回り始める瞬間から回ってる最中、そして上に回転し終わった時、どの場面でも鉄棒をちゃんと握ってあげる、この3つ目のポイントはめちゃめちゃ大事なんで覚えておきましょう。はい、4つ目のポイントは今日紹介するポイントの中で一番難しい技術になります。手首を返すこと。手首を返すっていうのはぶら下がった状態から上に乗る状態になるために手首をね
こうクリッと返してあげる必要があります。回転し終わって上に乗るタイミングです。これは浮き腰支持回転に限らず、巴という技をした時にも手首を返す技術というものは必要になります。なぜ返さなきゃいけないのか。返さずにそのままの状態でいくと前につるって落ちてしまうかもしれないです。なのでちゃんと鉄棒の上に手で支持をするために返して、最後ね、手のひらがちゃんと鉄棒に乗るようにしてあげる、この手首を返すという技術もかなり、ね、必要になるんで覚えておくといいと思います。はい、ということで今回は浮き腰支持回転のやり方をご紹介する動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。以前の動画の中ではね、危険なんでやらないでくださいなんて言い方をしてしまったんですけど、まあ、子供にはね、無限の可能性があるし、浮き腰支持回転トライしたいって思ってる人いっぱいいると思います。大切なのはね、怪我のリスクというものをしっかり減らして安全に練習できる環境を自分で整える、安全に練習して怪我なく上達してちゃんとね、技をできるようにするっていうことが大事だと思うので、今回の動画を参考にして怪我のないように練習頑張ってもらえればと思います。今回の動画面白かった、ためになったって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとは大川先生に何か教えてほしい技があったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは練習頑張ってください。バイバイ。